鶴市し消資料館は山梨県鶴市神谷にある郷土資料館。大正期に当地域で盛んに生産された絹織物の問屋圏住居として1921年頃に建てられた建物で旧西な家住宅の名称で1993年に鶴市の有形文化財に指定された旧西な家住宅は1922年に谷村町において 軍内売り物会社を経営していた西名玄太郎が建てた絹織物問屋である。西名家は代々軍内式を飽きない織物の町として栄えた谷村を支え、関東大震災や第二次世界大戦などの災害を免れて今日に至り、1993年1月18日に鶴市重要有形文化財に指定され、同年4月29日に 超過資料館として開館した。河原吹き、霧妻屋根の2階建て土蔵造りで、丈夫な造りになっており、1949年に339世帯を消失させる甚大な被害をもたらした、谷村町大化を免れるほどであった。建築様式は、書院造りの和風部分と接客の際に用いた、大壁造りの洋風部分の和洋折衷となっており、 当時としては大変珍しく粋な建築物であった。絹織物で繁栄した谷村町に関わる資料や当時の生活道具などが展示されている。主家は、間口八軒、奥行き六軒の延べ七十九条であり、瓦吹き、霧妻、平り、土蔵造りの二階建てである。建築様式は、書院造りの和風部分と、大壁造りの洋風部分の和洋折衷となっている。 土間と丁場の畳までの高さが68センチメートルもある。間口五軒半の入り口に面した土間と16畳の部屋。天井の高さが3.3メートル。土間から畳までの高さが68センチメートルあり、二の出し入れが容易なように作られている。基礎部分には、霧石を二重に回し、その上に栗材を土台として蒲地を置いている。蒲地には、 継ぎ目のない島藩の一本の毛きを使用している。緻密な細工の組子書院作りの十条館。幅9尺の床の間に対して、部屋の畳も、縁なしの9尺の畳2枚が用いられている。天井板には、薬杉の正さを、床柱には、名木田がやさんを使用している。不書院には2種類の組子細工が施されている。十条館。 4本の1000本後子戸は、裏面がはめ込み障子となっており、季節によって取り外しができる。廊下の板には、欅の木を、天井板には、薬島産の杉板を使用している。洋間の天井装飾を壁作り。入り口は、店の入り口とは別に作られ、外から直接出入りすることができる。間接照明が使用されている。床は、絨毯の厚みだけ。 低く施行してある。応接館の隣には、大型の仏壇が安置された板張りの仏間がある。応接館と仏間の間にはストーブが設置されている。前面に八条館、後方に十条館二つが並び、階段を挟んで七条館が二つある。床の間は一回同様に九尺六尺の作りになっており、床柱には黒垣が使用されている。また、障子の横山はすべて、 ゴミ返しと呼ばれる、斜めの3を縦の3に対して組み込む製法である。玄関の間展示物は主に、西掛の取引資料などが展示されている。ABCDEFG 鶴市消化資料館、パンフレット、鶴市教育委員会編集鶴市、ウォーキングブック、丸ごと博物館鶴、鶴市教育委員会、鶴市博物館、ミュージアム鶴。 山梨県鶴市市資生要覧、スルーベック歴史絵本鶴留市、1998年7月1日、山梨県鶴市市資生要覧、スルーベック資料編鶴留市、1998年7月1日、鶴市資料編民家、民族鶴市市編纂委員会、1989年3月31日、ありがとうございます。